可愛い子は、日本のバイオリニスト、作曲家、大阪芸術大学芸術学部教授。香川県高松市生まれ、高松市育ち。所属は、IK オフィス。4歳からピアノを始め、6歳からバイオリンを始める。高松市立群れ小学校高松市立屋島、中学校高松第一高等学校音楽科、東京芸術大学卒業。 同大学院終了。20代のうつうつとしていた時期に出会ったピアソラクラシックは作曲家の意図を忠実に表現すること、楽譜通りに演奏することが根本にある。東京芸術大学に入学してからも同じ曲をみんなが弾く中で、そんなに歌ったらブラームスじゃないなどと言われることに虚しさを感じたり、もっと自分らしさを出したいと漠然と思っていたという。 そんなうつうつとしていた時、あるピアニストから勧められて、単語の革命児、アストル・ピアソラの曲を聴く。単語をベースに、ジャズやクラシックの要素が取り入れられており、ジャンルを超えたピアソラ独自の音楽とも言うべきものに触れ、枠にとらわれていたのは、自分自身だったことに初めて気づかされたという。ピアソラのように自分の音楽を表現したいと思い始めた頃、 日本でのデビューの話が持ち込まれる。そこで意を決し、やりたいことがあるんですと言って、必死にスタッフを説得する。熱意が、実りすべてを任された河合は、デビュー作の制作にあたる。2000年、ザレットバイオリンで、デビュー2000年、ザレットバイオリンでデビュー。10曲中6曲の作曲を河合が担当し、知識に縛られないコード進行の面白さがあると評価された。 2001年4月より、大阪芸術大学芸術学部音楽学科教授。2005年より教授。ワルシャワ国立フィルハーモニー還元楽団、ニューヨークシンフォニックアンサンブル、サレーアンタルジプシー楽団、ブルガリアンシンフォニーオーケストラ、読売日本交響楽団、NHK 交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団など、国内外のオーケストラと多数共演。 レコーディングを行う。2005年11月結婚。2006年6月20日、第一子を出産。産休後、同年9月より演奏活動に復帰。2013年3月離婚。2007年に、かわいい子マザーハンド基金を設立して、以降、定期的に基金主催のチャリティーコンサートを開いている。また、日本 UNHCR 協会評議員として、 難民キャンプを訪れたりするなど、社会奉仕活動にも積極的に参加している。音楽活動だけでなく、女優としても活動。1998年の映画、絆から、絆では批評価対象新人賞を受賞している。他には、1999年放送の連続テレビ、小説、スズランに出演している。また、2011年10月より、 うどん県という香川県の PR ページ内で学芸員役で出演している。2012年には香川県のアート県プロジェクトでアート県副知事に就任した。瀬戸内国際芸術祭をはじめ香川県の芸術関係の PR を担っている。2013年映画北のカナリアたちの音楽で第36回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した。 2020年にデビュー20周年を迎える。2007年3月16日、初のベストアルバム、ザ・ヴァイオリン・ミューズ・ザ・ベスト・オブ・イクコ・カワイオを発売。2008年7月23日、オリジナルアルバム、新世界発売。発売記念イベントでは、鳥の五輪フィギュアスケート金メダリスト、荒川静香がステージに上がるサプライズがあった。二人は、 アイスショーなどジャンルを超えて幅広く共演している。同年10月4日、ニューヨークカーネギーホールでアメリカデビューを果たす。カーネギーホールでの演奏は2009年1月21日発売のカワイイクコアットカーネギーホール2008新世界に収録されている。元は日本音楽財団から貸与されていたグアルネリデルジェスのムンツだったが、 その後大阪芸術大学所蔵のフランチェスコルジェリを対応された。そして近年大阪芸術大学所蔵アントニオストラディバリウスを対応されることになった。シングルアルバム DVD。ありがとうございます。